んにちは。私は今谷川岳パーキングに来ています。さあ今日はこれからロケですよ。どこに行くか楽しみにしててくださいね。そして今日のお昼ご飯はじゃーん、こちら見てください。コロッケそばって世の中にあるんですね。初めて見ました。ちょっと早速いただいてみたいと思います。いい感じ。天ぷらよりも私好きかもしれない。ちょっと集中していただきたいと思います。ではそういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。今日ね、実は月曜日で定休日だったじゃないですか。でちょっと午前中美容室行ってきたんですよね。普通の会話でしょ、美容室行ったって話。これ普通じゃないんですよ、俺にとって。何が言いたいかというと、僕多分今まで気がついてる人多分いないと思うんですけど、この店やってもうすぐ12年じゃないですか。ですからその前までもうすごい貧乏で、ちょっと言うのも あんまり貧乏自慢も言うの良くないんですけど、要するにいわゆる床屋さんとか美容室ずっと行ってなかったんですよ、実は。行くお金がなかったんで。それで定時髪それってあるじゃん、お風呂で冷えそる時。それでね、お風呂入った時少しずつこうやってたんだよね。それを15年ぐらいで、なんかもちろんあれですよ、徳川さんとか行くお金そらね、店やってからありましたけど、なんかそれに慣れちゃったら、なんか急にそういうとこ行くのが億劫になっちゃって、恥ずかしさというか。15年ぐらい美容室とか利用室ですか、行ってなかったんですね。で自分でこうやってたわけよ、ね、でもそれでもいいかなと思ってたんですけど、この間ついにうちのスタッフさん、アルバイトスタッフさんに、まあ、具体的に言うと C さんですねC さんにちょっとおかしいですよって突っ込まれて、もう徳屋さん行くお金ぐらいあるでしょとか言われてね、分かりました、行ってきますということで、今日15年ぶりにうちの店の近くに歩いて2分のところに美容室があるんですよ。昔行ってたんですね。でそこ久しぶりですって言ったら、一人もスタッフ知ってる人いませんでしたけど。で分かります、やっぱちゃんとやってもらうといいね、気分がいいわ。うん、シャンプーもしてもらってね、ありがとうございます。これから毎月1回行きますでも当たり前の話じゃ、でもあれだよね、15年間定時カミソリでだけでやったって、そりゃそれある意味すごいよね。自分でもちょっとすごいな。でもさすがにその小さに言われたように、後ろにね、やっぱピョンピョンとなんか変に長いのあって、やっぱおかしいって言われたんで、やっぱちゃんと、やっぱ身だしなみに大事ですからね。一つよろしくお願いします。何の話してるんでしょうかって感じですけど。でね、今日は昨日新入荷情報やりましたけども、一本やっと今日朝来て仕上げました。まずはこれからでしょうね。やっぱ順番的には D の18からいきましょう。今日の答えは1981年製です。ですからもう40年前なんですよ。41年前か、めちゃくちゃ、まあ、ある意味あれですよね、もうヴィンテージに近いよね、もう81年って言うとね、まあ、多分もう何年かしたらもうこの辺もヴィンテージって言われるかもしれませんね、まあ、それなりに傷とかももちろんあるんですけども、まあ、逆に言えばね、貫禄ある、そしてやっぱ音がいいよ、抜けてます、音が抜けまくってる、素晴らしい。じゃあそういうわけで細かい傷ともあります。そしてね、ハードケースがね、純正のハードケースではないんですけども、立派なハードケースありますんで、こちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところを見ていきましょう。1981年製のマーチン D18、 めちゃくちゃ貫禄あるよ。まずはボディートップ、はい、トップスプルース短板、まあ、もちろんオール短板なんですけども、まずは全体に見てください。それなりに腹傷ございます。この辺も、まあ、目立つとこ、こことここ、これもちょっとあるね、ちょっとちっちゃくあります。ピックガードも少しピックの擦り傷は若干ございます。
はい、こんな感じですね。フレットはね、そうだな、7割ぐらいって言っておこうかね。はい、ローズドシバンもそんなヘリとかはないですね。綺麗です。なんか上手に弾かれてるって感じ。あのヘリもね、そんあのなんか特定の弦だけ減ってるとかそういうあれじゃないので、綺麗に少し減ってるって感じなんで、上手に弾いた人なのか、あるいは軽くすり合わせしたのかもしれません、前のオーナーさんがね。はい、ヘッドです。ペグもまあまあ綺麗です。41年経ったよりには非常に状態いいですよね。このペグの金属の光具合も綺麗です。でこのね、わかる、このヘッドのロゴがこうすごくヴィンテージ感があってすごくいいですよ。ほら、後ろしてみます。グローバーのペグ綺麗でしょ、ほらピント合うか。はい、あったあった、ほらすごくね綺麗なんですよ。はい、ネックもね、そんな大きな傷だこの塔はそんなないので綺麗です。で後ろもね、見てください、非常に表はねそれなりに傷だったんですけど、後ろ綺麗ですよね、ほら状態いいと思います。はい、ここにちょっとだけ、わかるかな、ちょっと傷あるね。はい、サイドも綺麗です。まあ細かいのはよく見ればほら ちっちゃいのあるんですけど、まあ全体的にはサイドは綺麗だな。あ、ここはちょっとだけ擦ってる傷がある。はい、でここにストラップピン、これは後で増設ですね。そしてね、エンドピン、これは多分木製のやつなんですよ多分ですけど、ここに一回こうピックアップつけてね、穴が大きくしたので、その用ですよね。穴が大きくなったのを埋める用っていうか、ストラップピンのでかいやつです。木製です。はい、まあでも貫禄あるよね、すごく。ちょっとまだまだ41年ってそんなね、まあ、ギターの世界で古いとは僕は個人的には思ってないんだけど、でもなんとなくヴィンテージ感が漂っている、そんな感じの雰囲気がありますね。でケースなんですけど、ハードケースこちらになります。これね、純正じゃないんですけど、まあまあ綺麗な割と新しめのケースですね。中見てください、ほら綺麗な厚い生地で、厚手です、しっかりしてます。こちらのハードケースがつきます。はい、ということで1981年製、もう41年経つんですね、マーチンの D18 です。よろしくお願いいたします。はい、いかがでしょうか。まあそれなりにね、傷はあるんですけど、問題は弦高とかですよね。まず6弦12フレット上でどのぐらいかな、約ですけど 2.3 くらいかな。まあ、低めに設定しました。ナット幅は約43ですね。握り、まあ普通にこうかまぼこっていうか気持ち丸い感じね。はい、まあでも三角もちょっとあるよ、三角とこうかまぼこの中間ぐらいですね。はい、じゃあ早速音いきましょうよ。まず開放弦で、腹に響く、ドレッドのサイズはやっぱり響くね。指でサウンドホール真上、おお。マホガニってさ、やっぱり反応いいというか、こう軽やかでいいね。最近ことあることに言うんですけど、本当にマホガニボディって僕は好きだな。ほらブリッジより、おお、低音出るわ。ほら、まあいきなりマーチンでこういうのやるなって話もあるんですけど、まあそんだけ今低音が出るって話でね、こうそんなの弾いてみました。ちょっと指で弾いてみましょう。優しい感じでね、こんな感じ。綺麗。どのくらい綺麗かというとね、美容室行ったばっかりのこの辺の感じの綺麗さだね。あ、すいません、ふざけたことを。おお、この辺も気持ちいい。
でもこのギターね、個人的には指弾きももちろんいいんですけど、ちょっとやっぱストロークでやってみたいね、これぞれ。1981年生ということで、まあ、年齢でいうと41歳なわけじゃないですか、まあ、41ってまだまだ若いからね、元気バリバリ、これからですよ、このギター多分これからですよ、本当に活躍するのはと僕は個人的に思います。ぜひね、このギターもちろん年齢関係なく気持ちが若い人に、マホガニーギターってそんな気しない、なんか気持ちの若い人が弾くギターっていう勝手な僕のイメージね。さあお値段です。先ほどのね、純正ではないですけどハードケースがついて、ちなみにね、今現在の新品マーチン D18 は定価が39万円ですよ。めっちゃ高いよね。でもう今ほら輸入楽器どんどん上がってるんですけども、中古でもやっぱりもう20万前後からですからね、もう高いんです。そして今日はですね、このマーチン、まあ、やっぱ D18 人気ですね。でいつもほら、あの早いもん順でいろいろこうご不満もねあるということで、前回やったチャリティーオークションやったじゃないですか、あれ意外と好評だったんで、今回もこれをですね、チャリティーオークション的な、まずスタートは、まあ、そう言っても15万からです。15万円からスタートで、あの一番高い値段つけた方に、販売します。そして15万より上ねの金額は例によってあの寄付に回します。例の僕が毎年やってます新潟市内の児童養護施設か、そちらの方に寄付しますので、15万より上の金額は寄付させてください。で期間ですけど、これから12月の14日ね、明後日なのか、14日の、お昼の12時までメールか電話で、エントリーしてください。入札してください。一番高い方に販売させていただきます。まあでも15から20の間だと思うよ。だいたいそのぐらいでいいと思います。よろしくお願いします。ということで今日もですね、最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。さっき知らないおばあさんにリンゴどうぞって言われたんだけど、あれって食べていいんですかね。